アメリカ連合国議会は南北戦争期の1861年から1865年まで存在したアメリカ連合国の立法機関。連合国議会は合衆国議会と同様に上院及び下院の両院制によって構成された。上院はアメリカ連合国元老院と称され各州の議会により選出された代表によって構成された。また下院は アメリカ連合国大議員と称され、各州の住民による一般投票で選出された代表により構成された。アメリカ連合国を結成した7州は、アラバマ州モンゴメリーにおいて臨時議会を開催し、連合国憲法の基礎、ジェファーソン・デイビスの大統領選出、及び最初のアメリカ連合国の国旗の設計を行った。 サムター要塞の戦い後の1861年4月には、バージニア州、アーカンソー州、テネシー州、ノースカロライナ州、ミズーリ州、ケンタッキー州、およびアリゾナ順州も連合国に参加し、臨時議会の開催地を連合国の首都バージニア州、リッチモンドへ移した。第1回連合国議会のための選挙は、1861年11月6日に実施された。 合衆国での議会選挙はたま数年に実施されていたが、連合国では、奇数年に議会選挙が実施された。第1回連合国議会は、首都リッチモンドにおいて4つの会期に分けて開催された。1865年に連合国が崩壊したため、最終的に議会選挙は2回しか実施されなかった。また、第2回連合国議会も2年の任期のうち、 わずか一年しか全うすることができなかった。連合国の最後の会期は1865年3月18日に終了した。ありがとうございます。